まず、これは自分自身開発者だと思って、これ今からちょっと見てください。私が開発者だとして、まあ、開発者で入りますと。そうすると、まあ、いろんな Java のテスト環境であるとか、なんかいろんなテスト環境があるんですけれども、それに新しい自分のテスト環境を作りたいというちょっとデモをします。で、テンプレート等があれば、これテンプレートをいろいろ作っていくことができます。で、ちょっとテストで作ってみたんですけども、Ruby on Rails 用のテンプレートとか、Java 用のテンプレート、PHP 用のテンプレートとか、もっとテンプレートいくと、秒間100アクセステンプレートとかっていうのも、例えば、自分で作ってしまって、それをテンプレート化したことができますし、非同期通信用のアプリケーションとか、まあ、こういったものを、要はまあ、テンプレート自身を定義してしまって、もう要はこれ自身がインフラ技術者のノウハウですよね。今までこういったものって可視化されてます自身が、そういったもうすでに出来上がったテンプレートっていうものを選んで立ち上げるだけで、その環境が立ち上がって、今非常にシンプルな、Java のアプリケーションサーバーが2台に、Postgres SQL のデータベースサーバーが1台あるっていうテンプレートでしたっていうだけです。なんでこれはテンプレートがもう100台構成のテンプレートだったら100個立ち上がってくるんですけど、まあけど、まあ、とにかく、あとこれに対して、例えば Java のサーバーをもう1台増やしたいとかっていうのはこんな状況ですし、あとはデータベースサーバーを、今 Postgres ですけども、MySQL が欲しいねとかっていうのも、もうこういった世界ですし、MySQL をウォームスタンドバイの設定にしたいと、いう時にはクリックしてスレーブを1台出す。これで終わりですという、まあこれで事実上5台の構成が出来上がったことになりますから、ね、あとは例えばこれに対して、非同期通信をしたいんで、アクティブ MQ をつけて、全ての例えば、リクエストはメッセージングサーバーにキューイングした上でデータベースにちゃんとアクセスするようにというような仕組みっていうのも、ちょっと作ったり、あとはソーラーっていう、まああのまあ、検索エンジンですねを足したりとか、要はこの辺はもうテンプレートで自分で勝手に作ればいいんですね。でこのテストクラウド6台の環境というのが実は1個ずつのこれに当てはまっています。これはクラウド管理者の画面です。クラウドを管理する方はこういったいろんなお客さんがどんどん立ち上げてくるんですね。こういったものをボコボコ立ち上げた時に1個ずつなんて見てられませんので、どういった状況か、多分、これここにテストクラウドっていうのが最後1個目出来上がってます。もうすでにこれ自動的にリフレッシュするんで、もう立ち上がってるんで、6台、今作った6台の構成っていうのをドリルダウンしていくと、6台の仮想マシンっていうのが見れて、それぞれの、まあ、例えば動いてれば、これシミュレーターが走らせてるんで、ちょっと実際の情報はちょっと違いますけども、例えば、それぞれの6台、今 CPU どんな優先なのと、ざっくり感見て、でここは自分でスレッシュワードを決めて、ディスクの優先は今現状どういった状況になってるのと、メモリの優先はどういった状況で、あとはどういったコンピュートタイプを使ったんだっけでとか、ね、例えば MySQL というデータベース系とかっていうような、こういったものを全体を見ることができる。要はクラウドを管理する方からすると一元して、で実際は例えばクラウドは多分こういった緑で動いておくべきなんですよね。でスレッシュフォードを決めておいて、ある一定以上 CPU リソースいったら黄色にするとか、で、そういった形でオーニングを上げることができます。で黄色にして、で、まあ、例えばもうエラー自身で出れば赤になると、で管理者自身はそれに対してもちろん、SMS なり何なり E メールを送る仕組み作っておけば、管理者自身はこれを見てれば、まあ、見ることなく事実上メールなり何なりが飛んできたらここに行って赤になっているものをどんどん中見ていくと、例えば100個とかも大規模な仕組みだったらどんな見え方するかというと、100個仮想マシンがこうやってあると一体の状況になって、それぞれの100個が一体どんな CPU 使用率に今現状なっているのかとか、こういったものが、確認できるんで、CPU とメモリと、ネットワークとハードディスクの使用率が一体どうなってるのっていうようなところは、もちろん取ることができますし、それぞれが一体どんな動きに過去、1日の中でなってきたのかとかっていうものは取っていくことができます。